7月10日は、グレゴリオ歴で年始から191日目にあたり、年末まで、あと174日ある。木の富の変、ソガイルカが暗殺される、ポーランド人による、ユダヤ人虐殺、イエドバブネ事件。画像は、記念碑フランスのビシー政権、フィリップ・ペタンを国家主席とすることだけを定めた、新憲法を採択。右画像は、パリをパレードする、ナチス・ドイツの車列。 第二次世界大戦、イギリスの制空権を争うバトル・オブ・ブリテン始まる、仙台空襲朝鮮戦争の急戦会談開始。画像は10月11日の会談ボリス・エリツィン、ロシアの初代大統領に就任、キリスト教習協会各初期の指導者、ジャン・カルバン誕生。印象派の画家カミリユピサロ誕生。左画像は、自画像、右は、夜のモンマルトル通り発明家。 電気技師、ニコラ・テスラ。テスラコイルや時速密度の単位テスラに名を残す。右画像は、実験風景作家マルセル・プルイスと誕生。画家、彫刻家、ジョルジョ・デキリコ誕生。右画像は、大阪にある、エッド・リレイ・アンドラマーカ、ローマ皇帝ハドリアヌス・ボツ等の皇帝、大操を没。右画像は、大操の書、温泉名オランダの事実上の初代君主、オラニエコ 沈黙港、ウィリム一世暗殺写真を発明した画家、科学者、ルイ・ジャックマンデ・ダゲールボツ。右画像はダゲレオタイプによる人間の写った史上初の写真バハマの独立記念日。国家、金ジュナッソワンのクルーザー戦争時の宝月市、46000日。ありがとうございます。